ずデタラメが過ぎるのでびっくりしてます。最初はとぼけていらっしゃるのかなと疑ったんですけども、本当に理解はされてないようなので、もう一度お伝えしますね。びっくりしました。大丈夫ですか？本当に分かんないんだったら事務局にもう一回確認するのはしてください。広報秋田方、市政の動きについてお伺いします。広報秋田方の市政の動きは、令和3年10月号から市民の市政の動きを知りたいという声を受け、議会とのやり取りを中心に紹介し、市政の見える化、分かる化を進める考えですとのことで掲載が始まりました。しかし掲載当初から否決された議案や議会や議員、さらには報道機関に向けた市長の恣意的で一方的な解釈による批判や主張に紙面が割かれてきました。為政者の思惑で恣意的に広報が扱われることは、広報の役割に大きな影響を与え、地域住民に正しい情報を伝えることになりませんと私は反対討論で申し上げております。昨年令和4年9月の一般会計決算認定第1号を議会は不認定といたしました。しかし不認定に対する執行部の対応は見られず、その後も毎号広報誌を恣意的に利用し、自分の意に沿わない議員や議会などを対象とした一方的な批判や主張を続けておられます。市長は昨年の決算不認定をどのように受け止められているのか伺います。答弁を求めます。石丸市長、反問権よりかは今の質問に先に答えていただきたいと思います。答弁をするに際して前提を確認しないと答弁が難しいですけれども、質問の内容がわからないことですか？はい、抽象的な部分があります。はい、じゃあ反問権を認めます。はい、この場でもう10回ぐらい言ってるんですが、根拠のない批判は誹謗中傷です。決算の討論でも同様に、何が恣意的なのか不明なまま一方的な主張をご自身がされています。ですので、どこがどう恣意的なのか具体的に指摘をしてください。どれか一つでも結構です。なお市政の動きにおいては厳密に両者をしています。例えば直近で言えば4月号、山根議員が委員長をされているときに指摘した以来続いていた委員会の調査の不備、これを繰り返し、これは事実です。2月号においては山根議員が一般質問のルールを2度も無視した、これも事実です。このように何がどうなのか明らかにしてから批判をするのが議論です。可能な範囲で結構ですので、どのように一方的で恣意的なのかご説明をまずお願いします。それでは先ほど市長が言われたことについて、ご説明いたします。ちょっとお待ちください。4月号規則違反を繰り返す悪質な運用の中で先ほど言われたこと事実ですと言われたことが、山根委員長によって同様の不備が発生しましたと言われております。これについて、具体的に説明します。求められましたので、2021年10月ですね、まず、当時の山根委員長へ厳重注意を行った経緯がありますと書かれております。私は市長から厳重注意を言われたことはありません。さらにですね、それはなぜかというと、そもそも議員に対して監督権を持っていない市長に厳重注意などは許されておりません。できないことです。はい、そして次、11月、そうですね、宍戸議長とともに山根委員長が釈明された再発防止を、その後に書面でも説明を求めた、回答しないということですが、私はしっかり答えております。
これが事実は違うというところでございます。他にも何点か挙げますか。よろしいですか。もっと挙げましょうか。議長、主政局のことばっかり言われてるんで、決めた方がいいし、準局確認してください。待ってください。嘘が決まります。山根議員に申し上げます。はい、石丸市長からの質問は、恣意的なところはどこかというところなので、はい、そのところだけを簡潔に恐れ入ります。まず10月、2021年の10月、この厳重注意、私は受けたことはありませんし、市長に議員に対して厳重注意を行う権利はありません。そこが恣意的です。1点。で、2点目、山根委員長は回答をしないままと、これ、市政の動きの4月号ですね、16ページに書いておられますが、回答はしております。それを回答と受け止めておられないところが、受け止めていらっしゃるんだろうけど、受け止めようとしてられない、それが恣意的です。以上、一応2点挙げました、はい。答弁を終わります。石丸市長、答弁でいいんですか。拉致が当たるので、反問権の続きですか。いいえ、答弁しましょう。答弁ですね。はい、はい、じゃあ答弁を許します。石丸市長、まずデタラメが過ぎるのでびっくりしてます。どれだけ思考回路をつなげたらそんな曲解が可能なんですか。石丸市長に申し上げます。あくまでも答弁でありますので、批判はやめてください。批判するような言葉ですよ、今のは。批判は答弁の中に含まれないですか。いえ、含まれませんよ。批判は批判ですよ、あくまでも。それは市の見解としてですよ。市の見解ではありません。答弁ですから、質問者に対しての、では聞いておいてください、はい、答えますので。はい、今恣意的とおっしゃった点については事実と全く異なります。継続調査のやり方そのものが間違っているという説明をしたんです。それについてはようやっと今回の定例会で初めて見直しをされ、ちゃんとした手続きを踏まれたやに聞いています。すなわちそれまではそうやってなかったんです。ルールにのっとってなかったんです。じゃないと今回変える理由にならないんですよね。これがまず一つ事実です。で、市長が厳重注意をした、これ書面送ってますよね、当人に。あと事務局確認しておいてください。で、権利がないとよくわからないことをおっしゃるんですが、権利はあります。当然に、例えば前の宍戸議長が、宍戸議長だったかなと思うんですが、私になんかこう勧告のようなものをされましたが、あれも法にはのっとってませんが、議長の権利として行使されました。当然執行部の代表が議会、その構成員、議員に対して注意することは可能です。そして勘違いしているのでおかしいですよとこれも言ったんですが、議会の代表者が議長、それはその通りです。ただそれは議会の中の仕組みであって、執行部から全て議長に通さないと話ができないなんてことはありません。議員個々と相対することが可能です。他のことでそうやってますから、事実として。その意味で委員長ないし議員に対して間違ってますよとお伝えすることも何も悪くありません。これがまず事実です。そして今すべて自分の方に矛先が返ってきているのをまずご自覚いただきたいんですが、私は常に自分の意ではなくルールに沿って判断をしています。ルールに沿っていない議員の言動をそれに限って批判するようにしています。広報省の中に載せた名前で言えば、石戸部議員、新田議員、竹岡議員らについては批判をしますとしましたと。その内容についていい申し立てがあるならば伺いますと、そこまで言って面談の申し入れさえしています。したがって一方的などという表現は合いません。一方的などという評価は成り立ちません。この答弁についても異議があるんであれば直接お伺いしますので、この一般質問終わり次第直ちに申し入れをしてください。逃げないでください。そこまでおっしゃるならば、
すべて記録して書面に残して、辻褄がどこが合ってるのか、どこが合ってないのか、それをご説明しましょう。で、最後ですが、決算の認定不認定についての質問でした。これも山根議員ご自身がおっしゃったコメントから引用しますが、実質単年度収支の赤字、これが5年も続くと議会として大変ですと、責任を取らなきゃならねばならないと山根議員ご自身がおっしゃっておきながら、5年間赤字を承認してきた議会の判断ですので、その程度の判断なんだろうと評価をしています。もうまずここで、質問をし答弁をいただいているので、これが終わった後来てくださいって言われて行く必要はないと思います。逃げる、逃げるんじゃありません。ここでしっかりと質問をし、お答えをいただきます。で、まず1点目、継続調査をだって言われますが、2021年11月あの時は市長は個別具体的でないからいけないそこですよ。市長が抑えられたのは、今までの議会は閉会中の調査に対して、網羅的に、私がやった時には総務文教常任会20個ぐらい の調査事項を毎回、定例会の最終日に、議決をいただいておりました。それが、もう個別具体的でないと言って跳ねられたのが市長です。今継続調査、あの時に継続調査すみません、あの時に継続調査の件を出されてはいなかった、それが一つ。それから議長、執行部が山根議員、通告よりちょっと話が逸れとるように思いますんで、よろしくお願いいたします。質問が深いです。いやいや、反問権にの答弁ですね。反問権答弁に対して、答えも入れながら、しようと思ったんですが、可能ではない、市長の方が議員に対して、注意、厳重注意をするところはことは可能だって言われるんですが、監督権は執行部にはないはずです。これはちゃんと確認をしていただきたいと思います。二元代表制ですから、別物です。議会と執行部はそこのところにおいて、厳重注意を市長から行われることは私は今まで一回もなかったし今後もないと思います。で、さらに言えば休憩しましょうか。すいません、ちょっと休憩してください。はい、なんで休憩といたします。市長が最後に、言われた単年度収支赤字、それが不認定の理由だと私が言われたように言われましたが、不認定の件に戻ります。はい、で、地方自治法で、その単年度収支の経済的なことを、財政的なことを私は不認定の理由としては挙げておりません。ちゃんと議事録をお読みになってください。で、地方自治法第233条において、市長は議会が不認定の理由を示した場合、指定された問題について、市長が必要と認める措置を講じたときは、速やかに措置の内容を議会に報告するとともに、
これを公表しなければならないとあります。今年度に入っても相変わらず、いまだに市長は措置を講じておられません。これは説明責任を果たさないまま、今日に至っているということです。説明責任を果たされる市長であれば、措置をされるお考えは終わりだと思います。措置を講じられるお考えはありますか、伺います。まず順番に指摘をしていきます。最初はとぼけていらっしゃるのかなと疑ったんですけども、本当に理解はされてないようなので、もう一度お伝えしますね。継続調査の不備については、それが個別具体的にならないと言ったのは、その後に続くからです。調査の手法、調査の期間等々ですね、明確に定めて、そもそも調査が始まるんです。始まっていないものを継続調査しようとしてたわけですよ。それは不可能ですよと不備を指摘しました。それに対して適切なまず理解がないですし、故に、今回まで対処がなされていませんでした。今回3回4回目にしてやっとですね、定例会において各委員会の調査がおそらく正しく行われるんだろうと期待をしています。私が指摘をした結果、やっとです不備が正されようとしています。その観点で私は先ほど来説明をしていますが、何が一方的で恣意的なのかよく分かりません。一方的だとおっしゃるんであれば、意義があるなら来て説明をしてください。あまりにもデタラメな主義主張をされるので、こっちは遠幕しています。意味が分からないと、故に対処のしようがありません。そこまでおっしゃるなら、それこそご自身の説明責任としてきちんと説明をしてください。でなければ執行部として当然対処できません。後ろで先川議員がまだ笑ってらっしゃるようなんですが、非常に真面目な大事な話をしています。あ、ごめんなさい、単に死後でした。失礼します、進んでください。それはい、市長ちゃんと説明答弁をお願いします。それと、はい、答弁漏れがあると議長は思います。市政の動きについての不認定をどう受け止めているかという質問があったと思うんです。今私触れましたよ。いやいや、もう一回行きましょうか。やっぱり言ってください。はい、あ、じゃあ重ねて、不備についてもお話しすれば、今まさに誤解が、大体理解できますから大丈夫です。山根議員の発言から、勘違い、思い違いが確認されています。私がその前で言ったのは、実質単年度収支が5年赤字、それを承認してたと言っただけです。それが不承認の理由だとは一言も言ってません。勝手につなげて話を作らないでください。これを恣意的と言います。よろしいですか。これが恣意的です。故に私が今広報誌の中で説明している私的な要素はないというふうに評価をしています。恣意的とおっしゃるなれば、前後関係含めきちんと取ってつけた言い訳ではなく、分かるように示してもらわなければ対処ができません。これが執行部からの答弁です。議長、私の時間を使って市長の答弁漏れをよろしいんですか。私は措置を講じられるお考えはありますかと伺ってます。文脈が読め取れないというふうにおっしゃるようなので、しつこいようなんですが順番にいきますね。ルール上執行部は対処するようになっていますが、対処ができない、していないんじゃなくてできない。なぜならば、その一方的だ恣意的だというこの主張が意味が不明でわからないから当惑している。執行部として対処ができないとお話をしました。であるなら、議員が真にこの問題を解決しようと本気で思うなら、まずは話の中身が分かるように説明をしてください。今たったこの短い間の中でも私は反論をしました。全く一方的でもなければ恣意的でもないと、事実に基づいて淡々と描写しているとお話をしていますので、まずは説明責任を果たしてください。説明責任を果たしてくださいって言ったら、説明責任を果たしてくださいと返ってきましたが、
恣意的だと言っても恣意的でないと言われます。しかし、市民の方もご覧になったら分かるんですけど、広報秋田方、市政の動き、これに、毎回、何名かの議員の名前が出ます。そしてその議員たちはいつも批判されてます。その方々はどういう方々かというと、ほとんどが、市長に批判的な方々、はっきり言えば政治界の議員です。そういう中で恣意的でないということが言われるでしょうか。さらにはですね、今回4月号16ページに委員会の運営における重大な不備というのがあります。これちょっと私が理解できないんですけれども、産業構成委員会においては閉会中の調査に関しておよそ形式をなしていなかった事実が判明していますとまで、法律に違反しているとまで書かれておりますが、これについて分かるように、どういう形式をなしていなかったのか、そしてそれが産業構成委員会だったのか、お伺いします。人の話をですね、私もだんだん疲れるので一回で理解していただきたいんですよ。今その産業委員会の構成委員会の不備についてはさっき説明しました。あれが中身ですよ。重大な不備、調査を継続するという話なのに、そもそも始めてないのに継続しようとしてた。でその中身についても調査の目的、方法、期間、これが定めてなかった。いい加減なやり方でやってますよね。これを重大な不備と指摘したんです。これ2回目です。共有ですね、これいつの定例会のことを言われてますか。お聞きします。その広報誌が出た直前の継続調査です。はっきりいたしました。ですね、3月の定例会、産業構成常任委員会は閉会中の調査は挙げておりませんということで、これは閉会中の調査に関してのおよそ形式をなしていなかった。この定例会では市長からの申し入れもあり、事務局もそれを説明したので、私の産業構成常任委員会では所管事務調査も行わず、さらに閉会中の継続調査にあたるものも申し出書も出しておりません。ご確認ください。そこへ持っていってですね、閉会中の調査に関しておよそ形式をなしていなかった、これはありえないはずです。私今直前のと言ったんで、そこなんて12月を指すんじゃないですかね、ここでの。それは先月の、いや、これを読みながら答えたじゃないですか。私もこれに書いてある通りですと言ったんですよ。3月の下旬に出る4月号で先月の広報誌でと書いてあります。そしたら先月の広報誌は3月号で2月の下旬に出ます。その時点で言ってるとしたら、その前の定例会としたら12月じゃないでしょうか。出なければ私書かないですか。議長、石丸市長で、これについて事務局ちょっと正確に把握してもらっていいですか。ここで事実の認識が違ったままでは議論できませんので、私は今これ改めて言うと、想定のその直前の定例会というのは12月で、その段階においての継続調査についてこれおかしいと、だんだん記憶が回ってきましたけど、1月になって不備を指摘したんじゃなかったでしたっけ。書面で出してるはずなんで、ちょっと見てもらっていいですか。こちら見ましょう。確かめがいるか。通知1月の下旬とか
出しますね。12月の下旬から手続きになったから。先ほど重大な不備についての話をしましたけれども、まあ、これについても12月の時点では個別具体的にと言われながら、今年に入りまして、急に、まあ、しっかりと調べられたんだと思いますけれども、閉会中の調査事項について、まあ、もっと手続きが必要ではないかというような申し入れをされてみたのを今事務局と伺いました。まあ、そんな中でですね、議会としてはしっかりとそれをまあ、真摯に向き合ってやった中で、産業構成委員会としては閉会中の調査は行っておりませんし、申し出書も出してない状況でございます。その中で形式をなしていなかった事実が判明しているだろうと、言われること自体が理解できません。これについては市長いかが考えてこういう文書を出されたのかお伺いいたします。今何をおっしゃるのかなと思って注意深く聞いてたんですが、びっくりしました。文書を確認されたんじゃないですか。2月28日付の文書で閉会中の継続調査における重大な不備について令和4年12月16日の委員会で決定されたと書いてありますよ。これが事実ですよ。で、この時から適切に手順を踏んで調査してないですよねと、まあ、この前からもですが言ってるわけです。それが広報誌の3月号や4月号ですので、2月下旬、3月下旬に発行されたものに載ってる。全て事実です。大丈夫ですか。本当に分かんないんだったら事務局にもう一回確認するのはしてください。全く質問として成り立ってませんので。はい、12月のことを言われますけれども、その12月っていうのはその前回の時に市長が指摘した11月5日にですね指摘された個別具体的なものを中に盛り込んでやったものが委員会の中で定着し、それで11月に委員会の構成が変わりました。その中で12月を迎えたということです。そんな中でただその中身がと言われますが、閉会中の継続調査については、それが動き出して初めて、また具体的なものを改めて出すような流れが今までできておりましたので、まあ、そこに使って不備だ不備だ、法令違反だと言われることは執行権の侵害になっているわけではないんですね。議会として動きまとめ、そして進めていくことです。そこのところの理解がなされてなくって、こういう言葉で表せれること自体がおかしいと申し上げています。で、さらに言えば3月の時点で閉会中の調査の準備をしていたのはもう一つの委員会です。そちらの委員会はその中でも進めていく中で市長において形式をなしてない問題があるとして閉会中の継続調査は断念されました。取り下げられました。そこの事実が判明しているということを言われているのしか私には考えられません。ちょっと山根議員に申し上げます。はい、この閉会中の継続調査についてはただいま事務局とも今の修正をしている中でありますので、はい、もうこの質問からは一旦離れていただきたいというふうに思います。はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、まあ、まだ市長は、私の、質問に端的に措置を講じられるお考えはありますかにはっきりと端的に答えられてないんですけれども、
はっきりとしっかりと端的に、いつも市長が言われているように、答えてください。措置を講じられますか、られませんか。理由はいいです。されるかされないかで答えていただきたいと思います。今議長から説明があった通り、不備を現在議会は修正中です。よって不備は確かに存在しました。これをまず市民の皆さんには広く正しく理解をしていただきたいと思います。あったことをなかったようにしないでください。そこから歪むんです、全てが。その意味でお答えするんですが、何が不備だった、何が恣意的なのか一方的なのかわからないと申し上げているんです。決算を不認定する理由が定かじゃないのでわからない、ゆえに対処できないと言ってるんです。この状況を解決するには、その不認定をした当事者の皆さんがこうこうこういうところが理由なんですと明らかに説明してもらわねばならないんです。なのでまず第一に、その当事者、山根議員はもちろん含みます、きちんと説明をしてください。でなければ執行部は対応ができません。説明を求められますが、不認定になったのは、それなりの根拠があったからです。簡潔に言えば、この市政の動き、個人名を挙げて批判する、中身的には根拠がない、一般の方々が見てもこれは何を言われているのかっていうのが分からないような中での、本当に、これ自体が恣意的で、個人を誹謗中傷するものであると受け止めております。今回、この不認定は議決されたことであります。それに説明はいりません。説明を求めるんであれば自分のやっていることを見直してください。そこに答えがあると思います。そういうところで、どこまで行ったかちょっと分からなくなってきましたが、ですね、市長に、最後改めてもう一回お聞きしなければいけないようになってきてますが、こういう私に対してはですね、市長は2021年の11月から離れて、くださらないんですよね。私が何回回答したと言っても、今回の4月号にもまだ回答してない、というふうに、されますが、そこのところは今日説明いたしました。同じところで足踏み状態をせずに前に進んでいただきたいのですが、いかがですか、市長。前に進んでいくには、市政の動き、しっかりとその措置についても今申し上げたように、議会は不認定を出してます、議決してます。それに対してご自分でお考えになって、自分が市政の動きにどういうことを書いているか、そして誰を対象にしてどういうことで批判し、何を綴っていったか、それを全て見直しながら、措置について応じられるかどうかお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょう。理解をされてないという現状がよく分かりました。個人の名前を挙げて批判することの何も悪くありません。当たり前です。まだ理解してない方いらっしゃいませんね。個人の名前を挙げて批判せればどうやって批判するんですか。誰かが悪いって言うんですか。そんなことはありえません。そう思いませんか。不可能です。誰が何をどうしたのか言ったのか、その是非を問うのが議論で批判です。ゆえに私は毎回厳密に個人を特定し、その言動について批判をしています。
いやめの義務ですし、先日先川議員も個人攻撃だとよくおっしゃるんですね。個人攻撃の意味を誤解されています。個人を攻撃するのがダメともしかしたら思われるかもしれないんですが、そうじゃないです。定義が間違ってます。そうだと思ってたでしょ、きっと。そうじゃないです。個人攻撃というのはパーソナルアタックというのは人格です。パーソナリティを攻撃するのが個人攻撃なんですよ。人格攻撃をやっちゃいけない、これは当然です。それこそ竹岡議員がおっしゃってた市長の人間性を疑うというような、これ市民の方に言われてたんですが、これが個人攻撃ですよ。人格攻撃、これを言っちゃダメなんです。一方で竹岡議員がそのように発言してた、これは正当な批判です。事実ですから、言動に対して是非を問う、これが正しい批判です。その観点でもう一回お伝えしますが、この広報誌市政の動きに限らずですが、細心の注意を払って情報を取捨選択しています。何回も私はたびたび都度読み返すんですが、いまだに事実と異なったというものは単純な表のエラー等を除いて内容については一点の誤りも認めていません。それほどまでに自信を持っています。故にどこがどうおかしいのか具体的な批判が可能であればお願いします。できないんであれば黙っておいてください。